星空の色は汗、杯も乾いた。王よ、なぜこの荒れ果てた国に残るのです？あの外貨を奏でるため、あの真理を手にするためさ。あら、ごきげんよう、来訪者。ごめんなさい、ちょっとぼーっとしてたわ。いいえ、邪魔してなければいいんだけど。私はライデン・メイ。はじめまして、メイさん。火を追う英傑第4位、黄金の銘を持つエデンよ。黄金？そう、エリシアがつけてくれたの。多分私の持ってる富のことを指してるんだと思うけど。確かに私は王宮のような場所に住んでたし、唯一無二の美酒や美食も口にしてきたけど、そんな風に自分を評価したことないわ。私はただステージに立つ歌い手、観客たちのために輝く光に過ぎない。あの無限の富も、この黄金の銘も、他人が好意で私に送ったものに過ぎないわ。今のって。落日後の王国、その最終幕。私たちの時代のオペラよ。あなたが出演していた曲なの？そうね。あの時の舞台は輝いてたし、観客たちの歓声も熱を帯びてたわ。懐かしい時代ね。でも、崩壊が発生して、あの時代は死んでしまった。セリフと同じね。星空が暗くなり、杯が乾いていく。ごめんなさい。亡くなった時代に謝る必要はないわ、メイさん。あなたはあなたの望む答えを求めなさい。ここのすべては過去のものだから。でも、機会があったら、その時代の曲も聴いてみたいわ。そう言ってくれてありがとう。機会があれば、いつかきっと聴けるわ。でも今は旅を続けましょう。あなたの奏でる旋律がこの美酒のように奥深いものになることを願ってるわ。あなたの照らすものを照らし、あなたの手にするものを手にしましょう。世間の求める富と輝きがその身に集う。これが黄金の銘。
デン。し、こっちこっち。え？エデンは今酔っ払ってるから、すごく可愛くなるわよ。見てて。エデン。あら、エリー。ごきげんよう。ねえ、エデン。フェリスから聞いたけど、また彼女に綺麗な宝石を送ったんでしょ？ええ。タークルの民族劇場で、議員たちのために出演したとき、議長がくれたものよね。覚えてるわ。あのルビーは不純物が少なく、あの地域でしか手に入らないものよ。フェリスが気に入ったみたいだから、プレゼントしたわ。わあ、きっと綺麗な宝石だったのよね。見てみたかったわ。エリー、フェリスのところに行けば見られるわ。それより、今はこれを見て。このアクアマリンは不純物が多いけど、制作者は大自然と張り合うかのように、宝石をより輝かせようと、こういうローズカットを発明したの。これは世界で初めてローズカットされた宝石よ。もし気に入ってくれたらプレゼントするわ。本当に？ありがとう、エデン。大好きよ。いいのよ、エリー。そういうのは私にとってただのものに過ぎないから。ねえ、かわいいでしょ？エデンが酔っ払うといつもこういった話をしてプレゼントしてくれるの。そんな風に見ないで、後でちゃんと返すから。まあ、だいたい受け取ってくれないけどね。ごきげんよう、メイさん。答えを求める旅は順調かしら。まあまあってところね。メイさん、あなたを見るたびに、思わず過去のことを思い出してしまうの。あなたは、若い頃の私とそっくりだわ。目には誇り、自信、それと、すべてを顧みない決意がある。あの頃の私はデビューしたばかりで、次の公演があるかどうかもわからなかったのに。遠い昔の出来事だけどね。あなたの芸能生活は、ずっと順風満帆だと思ってたわ。
そんなことないわ。同業者の競い合い、先輩からのいじめ、マネージャーの裏切り、似たような難題がまだまだあったわ。でも、音楽と歌声は嘘をつかない。観客たちの拍手と歓声も嘘じゃないわ。自身の光を研ぎ澄まし続けたら、きっとそれは誰も無視できなくなるものになると私はずっと信じてる。ありがとう、覚えておくわ。そうかしこまらなくていいわ、メイさん。過去のことをあなたに話しただけよ。あなたが耳を傾けてくれるだけで私は嬉しいわ。あなたのリスナーになれてよかったわ。ありがとう、メイさん。私の力が必要になったらいつでも教えて。あなたの旅が順風満帆であることを願ってるわ。